久保さん、イリュージョン3懐かしいですね。まあ、今回は、イリュージョン3にしましょうか。で、えー、過去すら価値になる。過去すら価値になる、みたいな感じで。あのー、最近ですね、デフテックさんっていうね、アーティストさんの曲を聴いたんですけど、マイウェイってやつですね。15年前に出た曲なんですけど、久保さんどれぐらい今再生されてると思いますここ最近アップロードされて、 あのまあ結論あの確かなん600万回680万回だったそうデフテックさんの m y あ六630万回ですねこれ2週間前にアップロードされて なんか,この曲から僕たたたちが始まりまりしたみたいなねなんかいい感じで始まるんですけど <laughs> 15年前の曲なんですよで15年前の曲がね630万回です <laughs> これは何を意味してるのかっていうと15年経ってもうーん響くんですよだからあー僕がずっと商品売り続けてるんですけど過去の映像もずっと売ってます それは何でかっていうと、過去の映像だろうが別に響くってことですね。いいものはいいし。うん。だから、情報ビジネスって、情報コンテンツっていうのは、過去の思い出話だったりとか、過去の、例えば滑らない話とかもほぼ過去なんですよ。松本人志さんのあの、ね、ずっと続いた、まあ今ちょっと見てないでわかんないですけど、あれも相当長いロングで10年以上多分やったと思うんですけど、あれ芸人さんの過去話ですからね。 うん、じゃあ、過去話が今、視聴率取れるんですよ。これ、どういうことかっていうと、あの、普通のビジネスと違って、うん、賞味期限もないし、うん、賞味期限もないし、腐らないし、残るし、うん、いつでもお金に変わるってことです。いつでも視聴率を取れるっていう。うん、だから、 自分のダメだった体験だったりとか、失敗した経験とか、滑らない話とかもほとんどうまくいった話じゃなくて、失敗した話なんですよね。8割とか。まあもちろん芸人さんなんでオチがある話持ってくる部分あるんですけど、なんかうまくいってない話なんですよ。それうまくいかなすぎて、笑いに変えてるとかね。めちゃめちゃ多いですからね。うん。だから、自分に価値がない人って多分いないと思うんですよね。 だって失敗したことの方が多いんで確実にう,んうまくいっていることより失敗したものの方が多いじゃないですかでその失敗したことが価値になるんですよでもそれはそれを情報を発信しないと価値にはならない,形に,しない限り形にしない限り価値にはならないこれいいな形にしない限り価値にはならない言ってらっしゃい